ヨーグルト100回目の訪問、200回目の訪問ありがとう。100回目の訪問ありがとう。おはよう。今日もお話し会をおしましのぴよろしくお願いいたします。ありがとう。ぜひ見てください。ありがとう。おはよう。鴨志田さん、浦部さん、ちょいたさん、エリアラビさん、ナスタさん、ルルタナさん、ブルームさん、スキーバーガーさん、ありがとう。リンリーさん、エキさんも、レイさん、ハルさん、ナスミヤゴーさん、ありがとうございます。ナスミカーさん、ヤシチさん、デビートさん、ヒロさん、ありがとう。ありがとう。そうなんです、皆さんのおかげで昨日はついに焼肉に行くことができました。ものすごく美味しかったです。そうなんですよ、焼肉に食べに行きました。ありがとう。ご褒美焼き肉美味しかったです。朝太郎さん、ありがとう。ねえ、相方さんもありがとう。そうですね、タンが好きですね。厚切りのね、肩ロースとかもね、頼んでたりしましたね。そんなに食べてないかもしれない。どのぐらい食べたんだろうね。でもよく食べるねって言われました。なんかそう、最初私海鮮系をねすごく頼んでたんですよね。ホタテとちょっとエビを食べて、ズワイガニのやつもね、ちょっとね、食べましたね。カニ食べました。焼きガニ焼きましたよ。めっちゃ美味しかった。おはようございます。ご飯の方にお肉をよく食べました。昨日はね、めちゃめちゃね、お腹が空いてて、すっごいお腹に入る日だったんですよ。たまにあるんですよね。そう、公演の日とかは本当に食べれなくて、そう、お弁当のなんかお弁当が出たりする時とかは、お弁当ほとんど食べれなかったりとか、なんかご飯ちょっと人すくいして終わりかなぐらいだりとかあったりするときはあるんですけど、食べれないときはね、本当にうんってなったりする。フォローありがとう。
スペーさん、ひごもひきごもごもじゃん。田中さん、ありがとう。チャーデー食さんもありがとう。そう、今日ねちょっとね撮影じゃなくてよかったですね。でも皆さんと会うからちょっと大丈夫かなってちょっと不安。うん、普段でもねたまにねうーんってなるけど、まあ普通に食べたりとかあれだね。昨日は本当によく食べれる日でしたね。ちょっとまずいですね。ちょっとちゃんとセーブしないといけない。うん、そうね、そんなに気にすることもないけど、確かにちょっとね意識的にね、そう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 、うん、全然横取りされませんでしたよ。待ってるね、大丈夫よ。明日はラッキーカラーを占います。今日は新年のお挨拶をします。皆さんのねラッキーカラーを占っていきますので、ありがとう。とても究極で究極のアイドルのアピさん、ありがとう。ズミヨンゴさんもありがとうございます。うん、オッケー、ありがとう。ハルさん待ってるね。うん、大丈夫よ。うん、みんなのラッキーカラーだ。ラッキーカラー占う今年の。カゴペニーさん、ヤシケイさん、ありがとうございます。うん、めっちゃリコさんがお腹いっぱいって言って帰ってきました。うん、食べる時も変わらずでしたね。本当にずっとにぎやかで、隣がリコシさんと両隣がねリコシさんとオキさんだったんですけど、うん、明日参加する。オッケー、待ってる。頑張ってねお仕事。うん、ラッキーカラーは一瞬でも大丈夫ですよ。もうでもな、一瞬なんだな、難しいかもしれないな。うん、明日でもなるべく長く来てほしいかも。うん、なるほど。おはよう。うん、すごくにぎやか。ゆうきちさん、ありがとう。はよう。テリスファイブさんもありがとうございます。受験さんのアピでよろしくお願いします。ありがとう。青空元気さん、 Thank you。 14歳です。中学2年生です。こちゃんフォローボタンを持ちてよろしくお願いします。ありがとう。
ああ、梨と大根のね、県ね。そう、ちょっとね、梨だったっていう。あ、私とゆなゆなさんとココアさんも食べてないかな、は食べてないんですけど、そう、それ以外のね4人がそれを食べて、そう、沖さんは大根だって言ったんですよ。で、私も見た目的に大根じゃないかなと思って、沖さん側に回ったんですよ。で、そらはさんとパセリさんが後からもう一個頼んで食べたら「らしいじゃん」って話になって、リクエストさん側に回ったんですよ。で、どうなんやろうって話になって、リコシさんが私たちがもうとっくに忘れかけてるところで、店員さんに「これって梨ですか?」って聞いて「梨です」って話になって、みんなで「まだ覚えとった」みたいな、そう話になって、梨だったんだねっていう風になりました。輪ゴム付きは使わないですよ。なんでそんなツルツルみたいな、そう、あっさりね「あ、梨です」って、なんかまるでね私たちの会話が聞こえてたぐらいの勢いで、そう「梨ですか?」「あ、梨です」言ってた。面白かった。 食べてないから分かんなかったけど、頑張れ。ちょうどのぴちゃんが配信してる。もうじゃのぴ推しになっちゃえ、ドボン。試験です、頑張ってください。なぎまさんありがとうございます。のぴです、よろしくお願いします。14歳です、中学2年生です。コテを滅ぼちょっとよろしくお願いします。ありがとう。アップさんありがとう。レチゴシーさんもありがとうございます。Thank you。 だよ、ナビのおかげでも共通テスト、間違えた。共通テストはもうバッチリですね。余裕だな。いや、余裕じゃないと思うよ。もう心の癒しで今来てくれてるんだからね。頑張って。格付けチェック出れたらいい。出たいです。私楽器の80奏を生で聞きたいです。私正月シャープスペシャルでやってた、ガクト様がすごいっていうやつをちょっと見たんですよね。私75億円の演奏を生で聞きたいと思います、あれ。ねえ、テスト頑張り。いや、あれね、私画面越しでも分かるぐらい本当に違うなっていうふうに思いました。私も一応多分全問正解しました。楽器については本当にすぐに分かるね。だってもうなんか響きとかが、曇り具合がもうなんか
全然違います。ね、一瞬でわかるよ。でもちゃんと聞いたら本当にすぐにわかる。皆さんもぜひちゃんと見てみてください。格付けというか、うん。そう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 。どっちが75億円の倍80層でしょうっていう。75億円ってやばいよね。桁が全然違うんです。ね、20億のバイオリンとかあったんですよ。えぐいですよね。おはよう。うん、全然違う。よし、では終わるぞ。15分のテロップですので、自信満々に外して赤くなるのは、いや、これ自信満々に言って外した時に超恥ずかしいですよね。だからふうって感じ。余裕で返そう。そんないいこと言わんとってよ。楽器が多くなる分ね、ものすごく難しくなっていくんですよ、楽器って。それをのやつを当てるっていうのは。わかる。でもどっちとも正解したの。確かに面白そうだね。一流アイドル一流芸能人、うん、一流アイドル、ね、普通アイドル、二流アイドル。三流アイドル、そっくりさんどんどん下がっていく。